します。すいませんね、何よ、こんな松田翔太みたいなの連れてきて、ええー、のええー、のだいたい下げずむね、こういうの。そっくりです。ありがとうね。松田翔太と桜井翔の2人でやってるんですけどね、頑張ってください。そんなことでね、小学校の時なんかこう嬉しい時間割と嫌な時間割があったなと思うんですよ。まあね、嬉しい日と嫌な日がね。まあまあそんなんだったらね、うん、今の子供たちには、はいはい、もっと理想的な時間割があると思うけど、理想的な時間割、はいはい、ちょっと教えてよ、それやったら。月曜日、月曜日1時間目、1時間目体育、体育、これ朝一しんどい時あんねんな、体育。2時間目、2時間目体育、体育、続く時もね、これたまにありますから、体育、体育と。3時間目、3時間目体育、3時間行く。俺の時はそんなんなかったけどね、3時間行くの。4時間目、4時間目マラソン大会、週明けしんどめちゃめちゃしんどない、週明けな。5時間目、マラソン大会ある。運動会、運動会ある。おしまいや、軍隊、軍隊だ、あなた。火曜日、軍隊の学校だ、これ1時間目、火曜日1時間目、マラソン大会2日、行く。マラソン大会週にある、これお前な。2時間目、2時間目算数、算数、やっとまともなの出てきた、算数。3時間目、3時間目算数、算数はあんま続かんけどね、これね。4時間目、4時間目算数、インドの学校だ、今度はインドだ、インド。5時間目、5時間目道徳、ないやろこんな学校に。うんこの食い方教えてくるわ、この学校はな。水曜日1時間目、ちゃんとしてよお前ね。マラソン大会、もうええわ、どうもありがとうございました。